広島市安佐南区にある富山地区と佐伯区の湯来地区に住む親子およそ20人が参加したスポーツ教室には、 JT 広島の井上選手と金子選手、ドラゴンフライズの寺島選手と中村選手が参加しました。中山間地域にある両地区の活性化を目指し開かれた教室では、第一線の選手たちのプレーに触れ、参加者は貴重な経験の連続。それぞれの競技に両チームの選手も一緒になって参加し、子どもたちと交流を深めていました。今回で2回目となったこの合同教室、選手同士の絆を深める貴重な時間にもなったようです。楽しかったです。楽しかった。将来何になりたい？バレー選手とバスケット選手です。こういう機会が初めてで、ファンとして全力で応援したい、試合に行きたいっていう気持ちがすごいできました。お互いスポーツで広島を、もっともっとこう、なんですかね、盛り上げられたらいいなと思ってます。